はい、皆さんこんにちは、ギガプロトです。どうしたの？今回ですね、ガシャ、こちら後輪ガシャの、アカディオかな、アカディオを狙って、ガシャりたいと思います。今回はね、ガシャる予定はなかったんですけど、その前回ね言ってましたけど、散々趣味キャラの息を出ないと。まあね、赤だから強いだろうけど、ギオブランドね、赤だから強いけど、強いだろうけども、まあ趣味キャラの息を出ない。あと、まあ赤属性にはね、他にやっぱり強いキャラ強豪がやっぱ揃ってるんでね、ナイフディオとかハイディオとか、まあ、バイザ川尻、まあ、覚醒川尻とかね、まあいろいろ強いキャラいるんで、他にね、まあ特にやっぱ特に、まあなんかそのめっちゃ欲しいっていうわけじゃないんだけど、とりあえずね、前回の動画でまあ回しましょうとか回してくださいとかっていうまあ要望が多かったんで、まあ単発チケットね、10連チケットは使えません。単発チケットのみで回したいと思います。で、19枚さっきちょっと何回か使ったんで、まあ、19枚ということになってるんですが、ガーシャ詳細見てみると、これがですね、星6というまあゆえなのか、なぜか普通の降臨キャラなのに 0.1% ですね、確率が 0.1%、 0.1%、 まあちょっときつい、絶対きついですよね。まあ当たれば超ラッキーっていう感じですよね。はい、ということで19回回したいと思います。はい、要望にお答えしてね、しょうがないから回してやるよということで19回いきたいと思います。19回、はい、1回目、さあどうだ。おっと、星4、これは星4かな。こっからの昇格はまあ望めないかな、あんまり。はい、ウンルール、心置きなく、はい、心置きなく星5を出してください。ということで2回目いきましょう。はいはい、2回目は星3、もう星3はもう飛ばします。はいはい、アンジェロということで、はい、3回目いきましょう。ちなみに今回カットしませんので、動画ね、19回分ずっとリスナーさんにもつけてもらいますので、はい、ということで3回目、はい、さて、おっと、ジョータローがいるが、おっ、時を止めた。お、これ星4、こっからの昇格はないかな、さすがに。はい、サンタナね。はいはい、ということで星4の確率はまあ割といいのかな。はい、ということで4回目、はいはい、星3ね。はい、いやー、 0.1% ってちょっとおかしくないかな。降臨、普通の降臨キャラなのに、しかも連、なんかリミテッドとかそういうわけでもないのに 0.1%。 やっぱ星6だからかな。なんかちょっとね、その辺ちょっと消せないところがあるな、個人的に。さあ、だんだんと、回数減っていきます。さて、あと14回か。はい、さて、星5が1体ぐらいは欲しいな。星5が1体ぐらいは。はい、ホールナレフ、まあブースト、このポルナレフもね、ブーストかなり重なってるんで、こう見てもらえば分かるんですけど、100超えてて、今が106か。この星3のキャラクターもね、アシストで、猫草がいい例で、やっぱアシストに設定した時にめちゃくちゃステータスが上がるんで、まあ、一概にその、外れっていうわけでもないっていう風に考えれば、まだ、こう気が楽かなと思います。はい。シーザー。まあ、できれば、まあ、ブーストをかけまくり、今ちょっと訪れがちょっと発生したんですけど、まあ、ブーストをね、とりあえず、まあ、かかるんでね、星3でもね、アシストにやっぱ使えるんで、
まあそう考えればまあまあまだマシかなと思います。はい、ということで11回、あと11回か。おっと、これは時を止めるか。お、時を止める。おっと、星5が来た、星5が来た、星5。さあ誰が来る。さあディオで頼む。ヘブンズドア。はい、ロハンね。ロハン先生、まあロハン先生、ロハン先生そんな弱くはないん、まあちょっとまあどちらかというと強い方ではあると思うんだけど、この場ではちょっと違うよねって、ちょっと空気読んでほしいなっていう感じですかね。はい、さすがに 0.1% はきついな。はい、いやーちょっとね、ロハンもまあ星6になればまたまあ強いんだろうけど、ちょっとね、この持ち上げられて一気に落とされるっていう感じがねきついですよね、本当に。はい、ストロハイム、はい、やっぱ 0.1% っていうのはやっぱきついわ。さあ、あと、おっと、ジョータロウがいて、時を止めない。時を止めてくれよ。星5にしてほしかったな。はい、アシストのジョウスケですね。はい。いや、アシストじゃないか、今のは。今のは普通の団結のやつかな。さあ、あと8回いきましょう。はい、星3ね。まあ、割と星4の確率はまあまあ、いいのかなっていう感じはしますけどね。ただ、星5がね、やっぱりきつい。さらに星5の中でも 0.1% を、まあ、引き当てないといけないっていうのは、まあ、きついですよね。はい、しげち。まあ、本当に、星3のキャラクター、キャラでも、その、アシストにやっぱ、使う分に関しては、やっぱかなり使えるんでね。星3のキャラクターのブーストさせるっていう風に考えていれば、まあ、まだ、こう、気持ちマシかなっていう感じが、まあ、あるかな、正直。さあ、あと5回。はい、行きましょう。星3。はい、上太郎。まあ、唯一今欲しいキャラクターといえば、まあ、おこ太郎ぐらいですけどね、僕的には。さあ、あと3回、ラスト。はい、星3。はい。なんかだんだんこう、なんだろう、コメントすることもなくなってくるっていうか、疲れてくるよね。さあ、あと2回。さあ、星3。まあ、星5が一体、まあ、ロハン先生だけど、まあ、出たから、まあ、単発チケットでは、まあ、上々かなっていう感じは、まあ、まあそういう感じで捉えていればまあいいかなっていう感じだけど。さあ、ラスト次1回ですね。はい。ということで、はい。ラスト1回いきます。ここで神引きとかないね。はい。ということで、まあ、一応ね、リスナーさんの、まあ、要望にお答えしてという感じで、一応まあ、単発チケットですけどね、10連チケットは使いません。ここぞという時に、時しか使わないようにしてるんで、まあ、とりあえず単発チケットをね、まあ、消化するという意味合いで、まあ、そんな感じで、まあ、使って、まあ、あとは、リサさんのね、要望にお答えするという感じで使って、まあ、引いて
見ました。19回かな。はい。19回引いた中で、1体星5が出ましたけど、まあ、ロハン先生だったということでございましたね、結果。はい。まあ、星5が出ただけでも、まあ、御の字かなという感じではあるんですが、やっぱりね、この降臨、普通の降臨ガシャなのに、やっぱり、その確率がね、0.1% っていうのがなんか下せない。じゃあこれ、星6のさ、超降臨になったら、さらに確率は下がるっていうことってみたいなさ、0.05 とかさ、ありえない低さみたいなさ、そんな感じも、可能性はありますよね、なんか。本当にやばいね。星6、廃業とかも、今、現段階では星5だけど、そのうち、ね、おこたろとかも含めて、星6に、昇格できる、チャンスっていうか、今はなんつうの、その昇格できるキャラクターって、順次、追加されていってますよね。なんだっけ、覚醒のメダルだっけ、こっちの、クエストでもらえる、これ、覚醒への導き。これで、順次、その旧キャラとかね、覚醒、星6に昇格できるっていう、このメダルがね、もらえて、で、星6に、昇格できるんだけど、そのうち、ハイディオとか、覚醒川尻とかも、もちろん、あいつらも超降臨で、0.1% で、引き合ったものなんで、さすがに、覚醒がないとかね、昇格できないとか、あいつらは、また星6は星6で当てろみたいな、さすがにそこまで鬼畜ではないと思うんだけど、そのうちね、廃業とかも、やっぱりこういう風に、順次追加されていって、星6に昇格できるとは思うんだけど、その時、とりあえず、それまでに、持っていれば、いいのかな。とりあえず、星6っていうキャラクター自体が、なんつうの、ガシャでいう、星6は 0.1% っていう感じかな。で、超降臨キャラクター、ハイディオ、覚醒川尻、アルティミットカーズ、で、おこたろうっていうところは、星5で、排出されて、その確率は相変わらず0.1% と。で、星6ではその排出されないのかな。いや、排出されるっていうか、排出されるそのチャンスはあると思うんですよね。多分、ここに、廃業とか、追加された時、昇格のチャンスっていうか、昇格のね、このメダルが、来た時、廃業とかも、メダルが来た時に、もう同時に、そのガシャにも、ハイディオとかのその星6っていうのが、多分追加されて、開催されると思うんですよね。なんで、とりあえず、今は僕的には、おこたろ以外は、特に興味っていうか、欲しいキャラクターがいないし、星6もね、とりあえずステータスアップとか、あとは新しいスキルが使えるようになるっていうところかな、期待するのは。廃業とかも、ちょっと、マンネリ化っていうかもうやることがない。めちゃくちゃ強い。持久戦もできるし、何回でも得点使えるしっていうところで、強いんだけど、正直ちょっと、飽きてきたというか、そういうところもあるんで、そろそろ、星6にこう昇格させたいなって、させてほしいなっていうところもあるしね。その際の、降臨、超降臨ですよね。本当に、覚醒メダルなしとかね。そういうのはやめてほしいね。さすがに。廃業とか、せっかく 0.1% のキャラクター当てたんでね、こっちは。持ってる方もね、同じように。さすがに、いいや。とりあえずね。話すないんで。とりあえず、今回はね、リスナーさんの、要望にお答えするという形で、単発チケットで、ガサをね、19回引いてみたという感じでございました。結果はね、ロハン先生でしたけども。
まあ、うん、まあ次回以降ね、また、まあ、まあいいや。とりあえず今回この辺で終了にしたいと思います。ありがとうございました。